スネーク、これがあんたに聞こえているといいが。何？どうした？あんたはストレンジラブ博士に捕まっちまったようだ。マジか。武器装備は没収されたかもしれない。また武器がなくなったのか。本編は有料体験版だと思って買ってるイメージ。思い出してくれ、スネーク。多分そうでしょうね。そうだ、一人でプレイする場合はシングルをということでシングルを選んでいきましょう。さて、どうやら装備はね、すべてなくなってしまっているようですね。まあちょっと難しいミッションかもしれませんが、やっていきましょう。人によっては簡単だとか。ダンボールなしですよ。頑張りましょう。まあ、すぐ手に入りそうな気もするけどね。あ、これまたボスと戦ったところだ。思い深い、思い入れがね、ある、ステージですね。亡命ではない。亡命ではない。自分に忠を尽くした。自分に忠を尽くした。お前はどうだ？あったあった。国に忠を尽くすか。国に忠を尽くすか。それとも私に忠を尽くすか。それとも私に忠を尽くすか。国か、恩師か。コマンド国か。気をつけろ。思想か。組織への誓いか。人への情か。人への情。ただ一つ、絶対に信じられるのは。任務だけよ、ジャック。あら、君はいません。目が覚めたか。あら、ストレンジラブ。コールドマンの私欲など興味がない。ちょ、私が知りたいのは一つ。何を知りたいんだお前。まさか。ああ、真実か。びっくりした。 AI の開発者だが、私は AI ではない。うん、全然来た。私は科学者だ。だからこんな真似はしたくない。何する気？いいか、私は科学者だ。なんだ。だからこそ納得のいく答えが欲しい。さあ、何を知っている？何のことだ？こういうプレイか。お前のボスはアメリカから小型核弾と盗んで亡命した。ラララララ。それを使って。指痛くなるよね、これ。おお、なんか光っとる。それが CIA が伝えたデブリーフィングだ。うん。亡命ではなかったのか。答えろ。彼女は祖国のために死んだというのか。やっぱこれボスの娘なんじゃないかな。あいつはアメリカを撃った。俺はその始末を命令された。違う、私が知りたいのは真実だ。本気でボタンこすったら水ぶくれがガガ。覚悟はいいか。やめて。くすぐり棒だ。何それ、電磁くすぐり棒って何それ。ネーミング、ネーミング、まずいまずい。直接刺激する。監督の神プレイみたい。くすぐりの系とは随分古典的だな。了解。痛みに耐える訓練はしているだろう。スネークはちっちゃい。おお。やばい、笑っとる。スネークが笑っとる。連打しとるよ。連打しとるよ。俺が憎いか。俺が憎いか。いいだろう。何でもすればいい。ストレンジラブちゃんペロペロ。彼女を殺したんだ。それは分かっている。本気で笑ったら呼吸できないでしょ。かなりの恐怖だよ。スネークが楽しそうで何より。あっ、キャッキャッ。どうして祖国を裏切った？何があった？お前は何を見たのだ？国だけじゃない。あの女は俺をも裏切った。薄ぐりの刑事ならば、そのバンダナは何だ？裏切り者の形見だろう。何のことだ？じゃあその傷は何だ？いろいろ聞きたいことがあったんですね。まさか偶然とは言うなよ。触るな。触るな。思い出のアクセサリーか。めめしい男だ。何？いや、メタルギアは大丈夫です。ちょっとスネークさん、笑いすぎ。ちょっとこの映像どうなの、みんな。ちょっとやばい、死ぬ。ガロテル、ケ、危ない。彼女はアメリカの犠牲になって死んだんだろう。自らの魂を、尊厳をもてあそんだアメリカのために、その任務のために。あの傷が映るシーンって何だったんだ。あかん、わらわら。お前なんかあんまつらそうに見えない。あばい。私はお前が憎い。やばい、来る初見。だが初見さんいらっしゃいませ。私の気持ちがわかるはずだ。844番さんいらっしゃいませ。何のために彼女が死んだのか、私には知る権利があるはずだ。なるほど、そんなに知りたいんだ。お前はもうアメリカの犬ではない。
国に忠を尽くす道義などもうないはずだ。答えろ。はい、845番さんいらっしゃいませ。そうだと言え、そうだと言ってほしいのか。アメリカのために死んだのだと。自分を裏切り続けた国を最後まで裏切らず、自分の命を犠牲にしたと。違う違う、あの女は裏切り者だ。どうして？来るぞ来るぞ。何のために？祖国を呪いながら死んでいった。なぜだ？誰のために？何を守っている？あんなものの完成を手伝うのはごめんだ。受け入れろ、ボスは死んだんだ。あんなマシンにボスの魂が宿るはずがない。電圧を上げる。やばい来るよ。やばいやばい。はい。おらららららら、いけた。スネーク、どうしたどうしたんだ。状況を知らせてくれスネーク。やっぱこうなるわな。わら、うん、死んだ。ということで、コメリノさんからありがとうございます。死んじゃった。わらわら、すいません。笑いよんじゃ、これ。ああ気持ちいいんじゃ。ちょわらわら、ちょ飛ばせようじゃ。ハハ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 ハ。やばいや、やばい。痛い、指が痛い。彼女はアメリカの犠牲になっ、HP が半分だな。ボスカセットの運転みたいに笑いなさいね。わらわら、わこつということで、ミカサさんいらっしゃいました。応答して、わらわら、どうしようこれクリアできないということで、広告から26人の方いらっしゃいませ。マジかマジか、これはこれはマジか。ふわはわはわは、何してんの。ちょ待って、わらわらクリアできない。ここで詰まるか。ということで監督コンジンさんいらっしゃいませ。もう連射コントローラー。全然楽しくない。きつい。連打してる。よかった。いいだろう。よし、行くよ。おら、三角だ、三角だ。頼むよ。頼む。頼む。笑い死になんですよこれ。ちょっとまずいよこれは。 HP がまずいよ。ハケ、彼女はアメリカの犠牲になって死んだんだろ。マジか。地味にきついな。笑い、ボタン連打消えよ。ハハ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 ハ。スネーク、どうしたんだよ。答えてくれよ。わらわら、スネーク、あー、ん、わらわら。やだ、もうやだ。何これ、どうするにゃ。こんなの聞いてない。ちゃんと休憩さから、どうしよう。ちょ待って、本当にやばい。もう今腕がパンパンになりかけてる。ちょ待てよ、行くぞみんな。積んだ、わら。この連打は楽しかったけどな、わら。あと30分監督の連射をお楽しみください。ちょっと待てよ、YouTube の配信止めるぞ。ちょっと曲をつかけよう。よし行くよ。30分わらわら、スネーク、行くよみんな。ちょっと YouTube の配信を止める。よし行くぞ。監督連打枠なの？わら。そう、そういうこと。行くよ。
じゃあロムルか、わらわら。今日は休憩多いな。行きます。なんでこれ、わらわら。ガンバー、鬼稼ぎ監督。おしおしおし、いけるいける、行くよ。負けられない、負けられない戦いがここにある。負けられない戦いがここにある。監督こんばんは。ということで917番さんいらっしゃいませ。いけるいける。わらわら、ここはボス戦よりきついわ。ストレート終わった、わらわら。あー、カシャカシャカシャ、わらわら。ストレンジラブ強すぎわろた、わらわら。わらわら、もうダメや、もうダメや。こんなに頑張ってクリアできないのか。ないときついっしょ、わらわら。BGM で増えた、わらわら、わらわら。筋肉痛になりそう、わら。終わった。これ900円。26番さんいらっしゃいます。監督。そして、わら。940番さん。終わった、引き継いだ。上月化を、誰か曲名教えれ。むしろ最初以外飛ばさない方が、完全に積んだな、わらわら。ここだけは何回もやるようにならない。あと32分あるで。よし、了解、行くよ。おーら、あ、違った、まだ行くぞ、よし、行くぞ。おーらー、まだある。パンダさんいらっしゃいませ。パンダさんいらっしゃいませ。おらららららあるんだ。よし、よし、行くぞ。いけー、頑張れ監督。頑張るしかない。さっきよりダメだ、わらわら。おらららら、ファイティング連射パワースイッチオン。あー、手が痛い。何時まで？一応10時半まで延長済み。ファイト監督、行くよ、行くよ。みんなここで行けるか行けないか。行くぞ。行くぞ。おらら。監督殺し、ファイティング連射パワースイッチオン。軸の方向に行ったか。からクリアしとけよ。ファイティング連射パワー。これはいけたか。手が入った。手が燃える。手が燃える。いけるぞ。すげー。笑いすぎた。ただいま、入ってろ。やった、やったー。神編集パワースイッチオン。パチ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 。神編集。やったー、みんな。あらら、わら。クリアした。おお、これが人の力か。おう、よっしゃー。やっと、わらわら。パチ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 。パチ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 。いやー、皆さんお待たせしました。やっとです。ということで、987番さんいらっしゃいませ。OK。 ということで、999番さんいらっしゃいませ。そうですね、生の力ですよ。危なかった。了解。ん？ここミスすると撃たれんだ。どうやって撃つの？嘘、嘘つけ。また一緒になったら笑えない。じゃあ、本当に笑えないやつ。アイテムは何もなし。さっきまで笑ってたやつとは思えないくつ強さ。わら、エンディングではなかった。わら、無軸。わらわら、ちょっと待って。鏡に近づこう。わこと多く、なんだかコメすごいね。わらわら、
はい、ということで、ワゴトーク、なんだか米すごいねということで、ホワイトチョコさんいらっしゃいませ。何これ、また連打か、わら。糸の子、鋼鉄のワイヤーでできた糸の子、 L1、R1 ボタンを交互に押すことで何かをすることができるらしいよ。おー、合ってる、わらわら、すげーな、ファイティング連射パワー、わら。特に変化なし。 OK、 特に変化なしと。同じの見るの飽きたよ、わらわら。物体を切断。糸の子、糸の子を引くには L1 ボタン、R1 ボタンを交互に押すんだ。ジョニー的なのはよ。 OK、 了解。切断するのか。ジョニー的なのはあるのかわからん。来た。あかん、戻って。なんもしない、なんもしないよ。オッケーオッケーオッケー、危なかった。よし、これはもうやり直しはできません。皆さんね、熱い応援コメントのおかげで、私の、生主力であります、生主力発揮した時に、発動するスキルでありますですね。あれ、おい、ん？ん？ちょっと待って。あれ？ん？あれ？わらわら、あれ？なんか見たことあるなこれ。あれ？え？あら？わらわら、また連鎖。嘘だ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 ろ。嘘だと言ってくれ。わらわら、あれ、さっき言ってたのに、わらわら、はい、また連射、わらわら、ファイティング連射パワー、こんなの、わらわら、わらわら、ファイティング、こんなの汗びっしょになっちゃうよ。さあ、ショータイムの始まりだ、まさか、何がショータイムだ。また連射、わらわら、くそっ。了解、一気に切らないとな。了解。ファイティング連射パワー発動してますよ。いけるはずだ、いけるはずだ。さあ超むずい。よし行くよ、ラスト。どう？おお、どうしたんだよ、答えてくれよ。うわわらわら、いやだ、やだ、わらわら、こんなの聞いてないよみんな。わら、おい、わらわら、わらわら、ただいま風呂入ってきました。はい、お風呂からお帰りなさいませ。1073番さんいらっしゃいませ。2回目だから1ラウンドだけとかないのね。そうみたいよ、本気で行かないとダメみたい。よし行くよ、しょうがない。わら、ごめん、ちょうど久々にハイパーオリンピックを思い出しました。ありがとうございます。ということで1081番線いらっしゃいませ。泣きそう、指が取れる、指が取れる。手が燃えちゃうよ。摩擦熱で手が燃えそうになるんですよ。いやらしい笑い方、まさみ監督だ。殺してくれ。ファイティング連射パワー出そうぜ。行くぞ。やめろ。じゃあファイティング連射パワー出しますよ。殺せ。黙れ、黙れ。あら、報告が設定されました。スネーク、何があったんだ、応答してくれ。スネーク、涙も出んよこんなの。ということで、負けられない戦いが、指が取れる、いただきました。甲骨積んだか。ということで、負けられない戦いがここにある。3から、200ポイント、攻撃ありがとうございます。メタルギアピースウォーカー HD 平成の連打マスター監督の超連打放送中ということで、ありがとうございます。甲骨の方ありがとうございます。いきます、もう一回いきますよ。よし、甲骨の方本当にありがとうございます。ちょっと待ってよ、米稼ぎじゃない。やってみ、やってみ、これ。死ぬから。さあ風呂入ってこよう。行くよ、連打放送、わらわら。
じゃあちょっともうこの曲もう成功した時にしか流さない予定だったこの曲をもう流し続けますからね。いきますね。初見さんいらっしゃいませ。いきます。感動をね皆さんと共有するためにもう一度このステージクリア目指して頑張ってみたいと思います。いきます。ファイティング連射パワー監督生きている。1114番さんいらっしゃいませ。片手に帰ってきましたお。レンタレンタ行くぞ。わらわら。あららー。いくらの黒くなって連射心にかけば早すぎて認識されないから地獄。ファイティング連射パワー。センター矢印脱出失敗。手が手が手がもげる。この曲でわら。ここは辛すぎる。無指導行くぞ。連射突破さえも退ける拷問シーン。すげえ。行くぞ。ああ、ファイティング連射パワー。スイッチオン。音やばい。わら。おお。ああ、もうダメ。手が、ああ、水ぶくれができちゃうこれ。スイッチあるね、こや。わらわら。さすがのファイティング連射パワーである。わらわら。いける。小屋嫁には見せられない姿。すごいいい感じ。わら。スイッチオン。わら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 。頑張れ監督。ドルフネイクの笑い声で力抜けるんだよね。よー。これはいけねー。ここのダメ、わら、おお、すっげー、わらわら、電車じゃー、パチパチパチ、俺落ちるね、監督頑張って、わらわら、来た、わら、ありがとうございます。わらわら、いけねー。生きているって、実感できるゲーム、それがメタルギアストリートピースウォーカーだと、私監督、このステージに到達し、感じることができました。皆さんもぜひ、生きていると感じたい方はこちらのゲームをプレイしてみてはいかがでしょうか。でもまた、わら。なんて思うな。何それかっけー、わらわら。今度こそ。よし、行きましょう。おお。うん、行きましょう。頑張らないとまた連打、わらわら。パチ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 ハチ。もう持ってんだね。よし。オッケー。じゃあ次来たら行きますよ。頑張ります。さすがにここで詰んだら終わりだな。勘弁してくれ。いや今すぐ行けアホ。わらわら。脱走した後倒されるとまたやるのかな。わら。あれこれこっちも切れるよ。全打で監督が息切れ。あれこっち切ればよくない。いけ。ダメなのかな。ケイケイ、はぁ、ちょっと待って。そっちは全部フレームが切っても特に何も。わらわら、わらわら。了解、わかった。了解、了解。よし、この感じは。行くぞ、みんな。行くぞ、みんな。特に変わりはなしだな、とか言うんですよ。はい、行け。ん？特に変化なし。そうそう、変化なし、変化なし。いってらっしゃい。行くぞ。なんだ。おお、おお、ちょっ、おお、おお。あ、わらわら。危ない。わらわら。おお、あ、わらわら。いけー。わらわら、発狂した。わらわら。おお、何した。わらわら、わらわら。貴様、こんなものを。わらわら、あー。スネーク、どうしたんだよ。この緊張感、わら、あー、あー、わらわら。おいー、監督、ちょっと待ってよ。わらわら、バレた。なんで戻ってきたんだ、あいつ。うっそ。うそだろ、うそだって言ってくれ、みんな。今までの努力が、わらわら。ファイティング連射パワータイム、わらわら。無限ループの予感、みんな力が。私、わらわら。連打枠受ける、わらわら。やっぱり、連打枠が、タイミング悪いし、監督は連打がお好き。やっちまったな。鬼畜小島監督、連打枠、あー、また連打、トラウマなる、わらわら。待ちぼうけ、キルトーンが、みんな行くしかない。本物の拷問だ。
監督もこめかせみも。あれ、こっからこっから。あれ、奇跡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 。高橋名人助けて。お渡し始めた。逃げようなんて思うな。奇跡起きた奇跡起きた。なんか意味不明。おお、わらわら。お、奇跡起きた。助かった助かった。まさかのこの展開は誰も予想してなかったんじゃないだろうか。命拾いしたなくとう救済処置だわらわら。おバグか救済かわら。そりゃ拷問中のゲームオーバーじゃないからな。ラッキーマン来たこれ。うおやり直そうわら。じゃあ隣の部屋もやってみようぜ。なんでバグじゃない。ちょっと待って、どうするの、どうすんの、どうすんの、どうすんのよこれ。ちょっとバグだ。ちょっとどうするのよ。ちょっと直すんの。こんな状況になったことがない。ここで監督の底力が試されますな。なんだ。ひたすら CQC です。わら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 。脱走！ケリア！捜索に移れ！動きないのか、わら。バレちゃった、バレちゃった、ちょっと。あかんかん。あかんかん。頑張れ、監督。これでいいんだろうか。ちょっとよくわからんけど、これしか行く方がない。あかんか、あかんか、あかんか、あかん、あかん、あ、ちょっとこれでいいんか、わからん、わからん。攻略法がわからん。いいんじゃね？わらわら。あわわわわ。やるじゃないのよ。あかんか。早く。さあどうなる？わら。急がないとこいつら。ちょっとわからん。いくら早く進め。わら。行くと。了解了解。戦いけそうな気がする。これ何ここ？ここは何？ん？武器はないの？いや、わからん。ちょっともうようわからんから行くよ。もう怖いし行くよ。ここっぽいし。行った？行っちゃった？行けちゃった？いいの？行ったで？もう行ったで俺は。いいのかこれで。行きました。とりあえず行ったんだけど、いいのかなこれで。行ったで。おお。クリアクリアクリア。わらわら。おお。わからん。あ、やったー、やった。この曲がまさに私の今のね、疲れを癒す。そして S ランク。ありがとう。ということで、1286万、66万、おーということで、同意本のね、コメントありがとうございます。やっと終了した。よかった。クリアしましたよ、皆さん。ここに ES ランク兵士閉じ込められてるのに、パチ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 、不正、パチパチパチ、パチ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 、あららもしたいね、わらわら、パチパチパチ、ありがとう。というか、ノビさんもいらっしゃいません。おめえ？だから対策しろと。それで、まあ、もしあれだったらね、もう一周すればいいんですよ。いつだ。油断するなよ。笑っとる笑っとる。笑いを忘れていなかった。もう悪い。おい、大丈夫か。咳が焦げ臭い。むせた。しばらく禁煙だな。いや、心配はいらない。胸の痛みは消えた。ゾウボスの傷を模した。そうだ、傷跡も消えた。傷跡も消えた。和子さん、久しぶりですね。そっちの状況は。はい、ということで、1292番さんいらっしゃいませ。実は気になることがある。パスと連絡がつかない。パス？パスと？パスなら教授に保護されているはずだ。まあ、そうなんだが、聞いてくれ。どうした？中間になって教授が用意したその学校に人を送ってみた。学校。それで学校は存在しなかった。何？いや、
学校はあったが、パスは不在。学校からパスが抜け出したのか。学校関係者に聞いたところだと、教授もパスもしばらく見ていない。わらわら。コールドマンは俺たちのことを知っていた。俺たちは CIA にマークされている。俺たちに調査を依頼した KGB やパスのことも。まさかコールドマンに。いや、ガルベスは単なる教授じゃない。うん、そうだな。 KGB ですからね。 KGB もコールドマンの動きを常に掴んでいるはずだ。そうなると CIA の動きを察知してどこかに身を隠したか。そう願いたい。カズ、 KGB からも情報を入手してくれ。なるほど、わかった。引き続きこっちでも探ってみる。カズ、先を急ごう。スネーク、うん、少なくとも地上からはピースウォーカーが指導した様子は確認できない。まださっきの格納庫にいる。今度こそ最後のチャンスだ。 AI を破壊しよう。了解。ガルベスは巨人でピッチャーしてんだよ。それ違う人だ。ガルベスはあの最初に出てきたあのスネークの元を訪れた KGB のスパイです。よし、とりあえずあの連打地獄からね、やっと抜け出しましたよ。皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。パスはメタルギアデイクを操縦するからな。わら。そうなんですか。わかりませんけど、私は初見プレイなんであんまりよくわからないことは言わないでください。すいません。よし、とりあえずセーブしよう。うわー、でもこれもう一枠取って進めた方がいいかな。そうなんですね、すいません。まあ私はどれがネタバレかもよく分かってないんで、まあやっていきましょう。もう一枠延長してもいいかもしれませんね。まだ話の途中っぽいのかったんでね。ネタバレはやめようね。ビースウォーカー格納庫、うん、まあ皆さんもね、多分見てる方々もね、あの初見の方もいらっしゃると思いますんで、できればネタバレなしでね、楽しんでいきましょう。私自身も初見プレイですし、まあそれがネタバレがどうかも、ね、よく分かってないんで、よろしくお願いします。で、完成間近のビースウォーカーが、整備されている格納庫へ向かい、まあ多分ね、本人はね、その、いや、一度も切れたことないよ。うん、まあ多分ね、やだよ、ちょっと疲れちゃったしね。まあ本人もね、多分言ってる本人の方もそんなにね悪気があって言ってるわけじゃないと思いますんでね、多分同じ情報をね共有してる、人とね盛り上がれたらいいなと思ってコメントを打ってると思うんで、別に私はね気にはしないんですけど、まあ皆さんもね、まあ多分初見プレイっていうか初見で、こちらの放送楽しんでいただいてる方もいらっしゃるんで、できればねそういうことはあんまりしない方が、皆さんと仲良くやっていける、まあ、秘訣でもあると思いますんでね。まあ言いたいことがあったとしてもね、グッと我慢して放送の楽しんでってください。ということで、監督だ、和骨です。ということで1305番さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。お久しぶりです。まあ今日ね放送したらまた4月の最初までね、また、放送休むんですが、よろしくお願いします。わかりました、うん、早うやれと。スネーク、ピースウォーカーは地下基地の格納庫で起動準備に入っている。マジで。何としても起動前に接近し、AI を破壊するんだ。了解。そっそ、そういうことです。言います。まあ初めてね、ニコ生楽しんでる方もいらっしゃると思いますからね。特に私の、そっそ、また休むんですけど、すいませんね。延長の方ありがとうございます。まあ放送の方ね、これボス戦なのかな。いやちょっと。サボりじゃなくて仕事が忙しいんでね。和骨ですっすーとか逃れスタイルしません。これま、これはあれ、ボス戦じゃない感じかな。違うよ、ボス戦じゃないと。スネーク、やばい、スキップしよう。オッケーで、じゃあこれで初見、このままいけばいいんだね。よし、初見和光ということで1320番さんいらっしゃいませ、広告から、23人の方いらっしゃいませ。ただいまね、メタルギアソリッドピースウォーカー HD バージョンの方、初見プレイでございます。まあ、この時期にね、メタルギアソリッドをピースウォーカーやってると思うことでわかると思うんですが、一応私、グランドゼロの方もね、購入して、こちらの放送局で放送する予定でございます。まあ、皆さんもね、楽しんでいきましょう。よし。お仕事は落ち着いたんですか？広告ってすごいね。うん、仕事、落ち着いてないよ。そうですね、広告していただいた方本当にありがとうございます。仕事はね落ち着いてないんですけど、今日はねちょっと、時間があって、しかもね
まあ放送してもいいかなと思ったんで放送しましたよ。うん、お久です。 iPhone からはこつということで、1324番さんいらっしゃいませ。行きましょう。忘れてた。これどうすればいいんだろう。どこに向かっていけばいいんだ。上にも人がいるぞ。あそこは登れそうだな。出たー、わらわら。ムグスは初めて。あ、登れないの？ん？メタルギアソリッドは初めてじゃない。メタルギアソリッドのね、1を、生主になる前、ずっと前ですけどね。高校生の頃かな、あの友人と一緒にプレイしたのが、初のメタルギアソリッドプレイで、でその後、放送でメタルギアソリッド3をプレイさせていただきました。でメタルギアソリッドピースウォーカーをやって次のねグランドゼロにね備えてる状態ですよ。時代の流れ的には3の次がね。そうですよ。うん、そうそうそう、3の次がねピースウォーカーで、その次がグランドゼロらしいんでね。オプスもね一応そのグランドゼロ、あ違う、ピースウォーカーと3の間の作品らしいんですが、そちらちょっとなんかパラレルワールド的な扱いらしいんでね。ダンボール監督、今回はダンボール監督ですよ。これ合ってんのかな、こっちで。おし、この橋の下は大丈夫なんだな。やばい、ちょっとお前大丈夫か。オッケーオッケーオッケー、いけるはずいけるはず。緊張しますね皆さん。なんだ、動くな。危なかった。オッケーですよ、危なかった。相当焦った。予想外、わら。わらわら。あ？どうした？何してる？先へ進んでくれ。わらわら。見つかるなよ。了解。不思議な、わら。なんだいつも通りじゃん。まずった、これもしかしたらまずったかもしれん。間違えた、こっち。くそ、起きますです。変なのがあった。おつです。はい、わかりました、お疲れ様です。ということで1336番さんありがとうございました。のし、枠取り頑張ってくださいね。はい、わかりました、頑張ります。緊張するぜ。あいつ動かないのかな。早く向こう向いてくれ。その階段は地下へ続いて。あかん、あかん、あかんやつや、あかんやつや。頼む、こっちを向かないでくれ。わらわら、積んだか、わら。もう、やると思った、わら。うーや、行こう行こう、行こう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 。ちょっと待って、ちょっと待って、怖かった怖かった怖かった。まさか、わら。相当今のうまくいった。今のはすごかった、わら。危なかった、わら。フルトニア、すげえ、わら。フルトン、奇跡、一人だけフルトン。すっごいね、奇跡起きたね。最近の君は。すっごいの起きたよ。あ、D、D が飛んでった。D が飛んでったけど、まあいいや、よし、よしとしよう。天才復活ジグア。おし、ありがとう。先のフルトン回収者、わらわら。エリア収容した。エリアのフルトン回収が完了した。ん？
こっちでいいのか。まあいいでしょ。そちん回収おめ、わら。ありがとう。連携している敵を一人で相手にするのは厳しい。はい。戦闘は避けた方がいい。了解した。あ、これ上だ。さっきの上のバージョンだ。ん？ん？これ1階に降りるだけか。これどうすりゃいいんだ。戦闘は避けた方がいいって言ってたな。探索しようぜ。いや多分ね、あっちは違う方向の道だと思うんで、こっちで行きます。やっべ、危なかった。アカンパティンになりそうやな。いきなりこっち向いた。緊張する。ドキドキする。ドキドキが止まらないぞ。この展開はまずいまずいまずい。これは通路にいることがあだになってしまいそうな気がする。微妙な場所わら。いないいないばわら。いないいないいないぞ。いないよ。おそわらわら。向こう向け、向こう向け。早く向こう向くんだ。動くな。終わった、わら。アカンパティンになるぞ。あわら。今回の監督は一日だ。わら。ふわらわら。危なかった、危なかった。わら。天才か。セーフセーフセーフ。オッケーオッケーオッケー。おお。いい感じいい感じ。でまだ来るから。監督の運。わら。今日初めてうまかったかも。わら。本当にありがとう。よし。なんだ今日の監督おかしい。危ねえ。危なかった。褒められるとすぐこうなってしまう。いつもおかしいだろ。いい加減にしろ。D。まあでもこいつ起きられるとまずいから一応回収しとくか。OK。とりあえずアラートは鳴らない状態で、進んでおります。危なかった。よしよしよし、いいぞいいぞ。これはボス戦までいけそうですね。これ天井に当たらないの。ありがとうございます。素朴な疑問。連打拷問で覚醒したか。確かに。よし、ピースウォーカーまであと一息だ。急いでくれ。女性の声がした。オッケー。いつまでするかちょっとわかりません。とりあえずボス戦までは行きたい。ということで1382番さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。ボス戦まで行って、僕もファイティング連射パワーのおかげで受験に成功しました。敵がいるぞ。これはまずい。まずった。あ、わら。あかん、あちゃここまで来て。くせきゃけん。英雄、英雄
あかん、あかん、一番あかんパターンのやつや。これはあかん。ちょっと起きて、起きなさい、スネーク。スネーク、起きなさい。グリアオメじゃないよ。よし、とりあえず、とりあえず逃げよう。とりあえず逃げよう。で、危ない。やっぱ盾持ち精神は違う違う違う、こっちだこっちだ。うっ、うわっ、うん、どうしようこれ、うん、ライバルはロタ。ちょ待てよ。僕はコツです。スネークがオタクみたいになってる。わら。よし、いいぞ。オッケー。嘘、こいつ避けやがった。あいつ避けんのうめえな。避けんのうめえな、あいつ。全滅させないと気が済まないのか、わらわら。あかん、あかん、おーや、やばいやばいやばい、ちゃ、オッケー、これでもらった。なぜ生きてるんだ、こいつらは。最強か、あかん、こいつら最強か。ちょっと待って、死ぬ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 、このままじゃいけない、このままじゃいかん。ちょっと待てよ、ここで決める。倒した、まだ生きた。ちょ、やばい、やばい、これ。ちょっと待て、やばい、武器が、ちょっと武器が、ちょっと待て、起こして、起きて、スネーク。だんだん距離が縮まる。痛い。スネーク、立ち上がってお願い。痛いです。どこで死ぬの？ザールの泣き真似してあげるから、いくらでもするから。ちょっと待って。あゆかが冷たくて気持ちいい。さしちゃん、OK。わらわら。なんか変なコンティニューボイスでした。ということでありがとうございます。ということで痛いということで1112番再生します。わらわら。ふざけてやがる。わら。よし、わかった。じゃあこのステージだけ。クリアして終わろう今日は。ギャグぶっ込んできたね、わらわら。いきなりギャグですよ、びっくりしました。こっちはね、必死なのに、わらわら、煽られてるな、わら。大酒ですよ、この女はロタ、わらわら。反則煽られてるな、わら。そうですね、煽られました。で、初見、はい、初見ということで、1426万歳でしょます。ただいまメタルギアソリッド、ピースウォーカーの方をプレイさせていただいております。残りね、30分程度ですが、放送を楽しんでいただけると嬉しいですね。 SR をもろうだね。よしよし、サクサクですよ。もう攻略はしましたからね、こちらのステージはね。よし、残りね30分程度ですが、皆さんと楽しんでいけたらなと思っておりますよ。行きましょう。連携している敵を一人で相手にするのは厳しい。戦闘は避けた方がいい。両手での動画で初めて知りました。あ、本当ですか、ありがとうございます。 YouTube の方から遊びに来てくださったようでございまして、嬉しく思います。なんだ、
わらわら。なんだ？特に気になってない。よし！エリエのフルトン回収が完了した。安定の節穴兵器。あがん気がする。あがん気がする。あがん気がするぞ。これ大丈夫か？来るんじゃん。次。あかんやつだ。わら。うわあ。危ない危ない。危なかった危なかった。来る来る。わらわら。来た。わら。危なかった危なかった。ああ、よかった。あかん個人にあったね。いや、YouTube の動画、から遊びに来た方、わらわら、どの、動画から遊びに来てくださったんでしょうか。嬉しいですね。そうですね、2人までならなんとかなりそうですね。行きましょう。今ね、相当緊迫な状況ですからね。一味違いましたね。よし、ピースウォーカーまであと一息だ。急いでくれ。了解。OK、回収終了。なんか上手くなってね。少しね、上手くなりましたけど。ここから盾持ち兵士、ブス、監督が始まります。了解。初見。はい、初見ということで、1446番さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。頑張れ、盾持ち。動くな。今の嫁とどこで出会ったの？一人はまず大学。嫁との出会いは大学。うん？誰も大丈夫。なんか音がしたよ。なんか来てない？誰か。来た来た来た。青みたいに来たよ。こいつは大丈夫。拷問で積んでます。はい、だからプレステ4に大活躍だったのか。本当ですか。私も先ほど、拷問で積みかけました。じゃあ今は社会人なのですか。それ、あっ、動くな。あ、なんだ。あ、なになに、ちょっと待ってね。なに、今はなんて、今は社会人。そうですよ、社会人ですよ、もちろんです。初見リンゴ兄貴の動画からということで、あの動画からお越しいただいたということで嬉しく思います。ありがとうございます。拷問で積んでる。うん、あれですよ、拷問で積んだ場合はね、なんとか連打パワーでなんとか連打パワーでクリアの方できます。46歳じゃないよ。何度も言っておりますが、私は20代後半なまるし。子供いるんすか。めっちゃ聞いていく。子供はいない。子供はいない。大丈夫。気をつけろ。こいつとはね、もう何度も相対してますからね。子供監督です。息子ならついてるね。息子はついてるとかそういう話なの？落ち着いて、みんな。ここでミスったらもうまたやり直しよ。もうあいつは無視していこう。無視無視無視。無視が一番。頭がちょっと、うーやー、水銃でヘッドショットいけると思いますよ。あ、おおおおおお、危ない。危なかった。後ろ3人も人いた。なんとか連打パワーで切り抜けれた。わら、オッケー、クリアですよ。ここ手遅れだ。はい、ということで、VSK さんにします。パス、パス探したい。マジか、パスが。を呼び寄せた情報人だ。確かあの搬入施設で始末しておくべきだったな。両手ではプロスピはまだ動画上げないんですか。ダメ。ママルポットは完成し、ピースウォーカーの起動は完了した。マジか。完成だと。完成してしまったか。確かにお前は最後までザボスに忠を尽くした。うん。だがそのお前の沈黙こそが答えだった。どういうことだ。10年前、10年前、お前の任務は彼女の暗殺だった。その通りだ。そして
お前に暗殺されることこそが彼女の任務だった。なぜそれを。彼女は最後までアメリカのために任務を貫いた。スネーク、お前のおかげで最後の空白のピースが保管できた。彼女はママルポットとして蘇った。しまった。ありがとう。ザ・ボスが蘇った。バカ。特別に教えてやろう、ビッグボス。何語だ。ピースウォーカーのターゲットを決めた。な、どこだ。目標はカリブ海洋上のオフショアだ。放射性降下物は貿易風で拡散し、近域に降り注ぐ。なんてことだ。もう水産物は全滅するだろう。おかげでピースウォーカー量産の人足が増える。だが、おや、こんなところに誰がいつの間に孤尺な要塞を築いていた。孤尺な要塞、まさか。目標はど真ん中だ。まあ、ちょうどいい。弾頭の命中精度を、お前の基地で試させてもらおう。貴様、欧米の農産物潰したら世界が終わる。海賊風情が吹き飛んでも誰の迷惑にもならん。自分の基地です。はい、ベプシ逃げている。やばい。まずはカリブ海沿岸を単独走破できることをホワイトハウスに証明する。なんてやつだ。ピースウォーカーの万能性を世界に知らしめる。共産圏やゲリラ支配地域、あらゆる地形を踏破し、そして確実に狙った場所へ核を撃ち込むことができる。誰も手を出すことのできない完全なる核抑止力の誕生だ。冷戦の時代は終わろうとして。冷戦の時代は終わろうとして。もはや米ソ間だけで抑止論は語れない。そうですね。まさに今の現状でもその通りですよ。我々が尻込みしている間に中国やフランス、インドにまで出し抜かれてしまった。水面下で核開発の自由競争が始まった。今じゃあね、第三国。核の脅威は拡散していく一方だ。だからこそここでそれらを食い止めなければならない。そのための抑止力、それがこのピースウォーカー計画なのだ。ピースウォーカーの誕生で世界は静かになるだろう。わかるか、スネーク。平和には制御された核が必要なのだ。そうなんですね。ピースウォーカーが秩序、新たなる冷戦を取り戻す。その抑止力を世界に啓蒙するために核を撃たねばならんのだ。どちらもね、正義のために動こうとしてるのは事実なんでしょうかね。スネーク、メロ、スネーク止めてくれ。たったったった。ということだ。どうやら次がメタルギアとの一戦、メタルギアじゃない、ピースウォーカーとの一戦、正義とは一体そんな感じになるんでしょうか。そうですね、難しい話題ですよ。深くて難しくて、やはりいいゲームだ。さて、どうやらピースウォーカーが出てくるみたいですよ。このまま核を撃たせれば、私のね、カズたちが待っているマザーベース、国境なき軍隊の核の嵐が襲うことになります。ここで止めなくてはなりません。しかし、でかい、でかすぎる。この目を見てください。そしてこのかっこいい T シャツ、そしてママルポット、ピースウォーカーの文字が入ってますよ。だがこのシャツである。1477番さんもいらっしゃいません。どうやらボスは私を敵と見なしたみたいですね。来週考えれば、アイブ分隊にさらしてるってアホだよな。スネーク。あ、スネーク、何？まずかったか。なになに、撃っちゃダメとか。マジで？あら、あらららら、あら。スネーク、ボスのポットには自己防衛モジュールが組み込まれている。攻撃を感知すると実行中の命令を中断して、対小規模対象抑止モードが働く。なるほど。今、ピースウォーカーの最優先目標は君だ。ピースウォーカーが来るぞ。マジか、こんなでかいやつと戦わないといけないの。なにこれ、やばい、余計なものを組み込みやがって。
早く言えよ、わら。燃えてきましたな。ほんとそれだよ。来る前に言ってたよ、せめてね。うん。さて、クリアの方いたしました。ピースウォーカーは最初らへんは、人でいう関節を狙えば簡単ですよ。あんま言わないで。あんま言わないでね、ネタバレは。頼みますね。うん。まあ、好きなようにやらせてください。申し訳ございません。よし、まあ、とりあえず、クリアはしました。ああ。まあ、どうせあと2週間後にもう1回ね、ピースウォーカー戦やると思いますんでね。今日はね、多分、次のステージまでは行かない予定なんで、あ、間違えちゃった。今日はここまでなんでね。あと残り12分ほどありますけどね。ネタバレするとピースウォーカーはビッグボス。だいぶ開きますね。ネタバレとかゲーム放送では禁止やろ。そうですね、少しね、開けます。暗黙の妖怪とは何だったのか、わらわら。だから、これですよ。皆さん、わかりますか？皆さんはね、人間にもかかわらず簡単に、核弾頭の、発射ボタンをね押してしまう人たちの集まりなんですね。うん、だから君たちは、絶対に政治家になってはいけません。そうですね、ピースウォーカー戦の BGM かっこいい、うん、それ聞いたことありますね。服従は趣味じゃない、でもボスだけは特別よ、ということでジャガーさん来てくれました。そうですね。さて、どうやら女性の方、元戦争捕虜の方ですけどね、どうやら私にだけは特別に従ってくれるそうですよ。技術部に、配属です。ベア、あ、また女性ですね。産業スパイ、何事も経験、そう思えば訓練だって。うん、きついですってことで。ごついな。そうですね、ファイティング連射パワーですよ。こいつごついですね。ベアっていうのです。で、これは諜報、俺はまだあんたを本当に認めたわけじゃないからな、とか強がってますけどね。歩兵らしいですけどね。でもなんか能力的にこれか。ここで金を貯めてアメリカの大学に行こうと思ってるんだ。意外と真面目。さすが小物言うことが無口な俺を可愛がってくれ。はい、和骨監督ということで、1498番さんいらっしゃいませ。今日はね、ちょっともうここら辺で、ステージの方の攻略をね、終えようと思うんですが、一応、次の、ステージ、多分、とりあえずのラスボスだと思います。なんかね、それはね、ホセさんがね、ネタバレしてくれてますんでね、ありがとうございます。で、とりあえずこれでいいのかな。今日はここまででいいのかな。よし、OK。さて、いかがだったでしょうか。今日はね、ここら辺で、お開きにしようと思います。ボンカレーに登場。またね、2週間後。すいません、ボンカレーはまたね、今度紹介させてください。まあ、曲を流してお別れしよう。この曲にしよう。お疲れ。よし。はい、というわけで今日は、放送の方いかがだったでしょうか。2週間ぶりの配信をさせていただきました。メタルギアストリートピースウォーカー HD、監督はピースとして写真を撮らない初見7日目の放送でした。多分ね、次回が、全クリ枠になると思います。一応ね、なんかクリアした後もね、もう1章ぐらい分の、話があるということだけは聞いてるんで、まあ、そちらもね、次回の放送で楽しめていけたらなと思いました。今日はね、ちょっといろんなことありましたね。ファイティング連射パワーね、スイッチオンとか言ってましたけど、皆さんのね、応援のおかげでそのスイッチが入ったと思いますんでね、ありがとうございます。監督は何カレーが好きですか？私はね、グリーンカレーが好きですよ。うん。嫁にもね、よく作ってもらいます。うん。まあ、普通のカレーも好きなんですけどね。うん。ありがとうございます、皆さんね。さて、まあ、今日ね、放送させていただいて、2週間ほどまた休みの方をいただいて、4月の最初の頃にね、また皆さんと会えたらいいなと思っておりますんで、楽しみにしといてください。うん、今日のね、放送の方途中からね、遊びに来れた方、YouTube の方にね、一応、放送の方、タイムシフト動画の方ね、そのまま無編集のものをアップしております。今日の放送に関してはね、スイッチの方に直接繋がらなかったんで、多分皆さんのね、白い文字が流れてる状態で、YouTube の方にアップさせていただこうと思いますんで、そちらの方ご了承ください。さて、今日はね、皆さんと久しぶりに会えたということで、監督もね、少し嬉しく思いましたし、なんかね、皆さんとやっぱしゲームするのが一番
番楽しいなと思ってしまいました。まあ普段からね私も、一人でねゲームをプレイしたりすることはあるんですが、まあそうですね、やっぱ皆さんとね和気あいあいとねなんかこうドキドキしながらゲームするってのが一番楽しいですね。うん、まあ皆さんもねもし興味がある方はね放送途中で言わせてもらいましたが、ニコ生でねゲーム実況なんかにね挑戦さ、してみてはいかがでしょうか。うん、まあちょっとねハードルが高かったりニコ生とかでねゲーム実況するなんてなんて思ってる方もね多分中にはいらっしゃると思いますが、私もね最初はそうでしたから。本当ですか、おめでとうございます。めいっ子ね可愛いんで、ぜひ、会いに行ってね、おじさんだよとね、あのおじさんおばさんどっちなんだろうわかんないけど、あそんな状態なの、おめでとうございます。うん、私の放送ねその、何ですか、めいっ子ってことは姉とかになるんですかね、 お兄さんなんでしょうかね、 お兄さんの嫁さんなんでしょうか。うん、おめでとうございます。そうですね、ありがとう。まあ発生したんであれば初産であるならばね多分まあ早ければ、4、5時間後には生まれてる可能性もありますからね。うん、まあ皆さんね、いろんな、こちらの放送楽しんでいただきながら、現実の世界ではいろいろとあると思うんですが、まあこちらのねゲーム実況放送の間だけでもね、まあ皆さんと楽しめたらなと思っております。さて、今日もねお送りいたしましたドキドキワクワクランラン放送局、私こちらの、放送局で生主をさせていただいております監督でした。また皆さんとゲーム実況の方でね楽しんでいけるのを楽しみにしております。では皆さん、とりあえずまた1週間か2週間ですかねお別れでございますが、楽しみにまたしといてください。お疲れ様でした。さすがに荷が重いというわけで皆さんお疲れ様でした。放送の方ね他の放送に遊びに行かれる方はいてらっしゃいませ、そしてもう寝る方はおやすみなさいませ。また会いましょう、さよなら、お疲れ様でした。はい、ということで1533番さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。オツでした。